iTunes ソングチャートで1位デビューですって。はあ、ドローンだ。振り付けもかっこいいね。いや、足長いから超映える。バギーパンツとかマジで映える。すげえパワーもフィーリングあった。ダンスのスピードが速い。緩急の付け方とかも。グリルズ、歯のグリルズ。アメリカのヒップホップのアーティスト。いや、赤髪にこのちょっと結構 Y2K ストリートなスタイリング。最高じゃない？スタイル良すぎる。Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。ビデオイターモーションデザイナーしてるクリエイターです。ということで、ヨーロッパにアンセンはコニーミーだ。ということで、今日は Tomorrow by Together, トゥバの推しヨンジュンさんのソロ曲見ていきたいと思います。TXT は箱推しなんですが、ちょっとヨンジュン、最後、ビヒの対響練習生、伝説の練習生だったでしょうね。そう。マジでダンス好き、ボーカルやばい。え、なんかパーフェクトすぎて、カムバックステージ、最近、デジャブのカムバックステージもう10回以上見てるんですけど、好きすぎて。マジで、かぶせいらないと思ってる、ヨンジュンに関しては。っていうぐらいうまい。足長いし、スタイルいいし、ダンスうますぎだし。ダンスカバー、ヨンジュンがダンスカバーするために毎回、たびに毎回バズりますよね。で、今回の G ガムっていう、合ってる発音は、G ガムソロ曲、TXT's ヨンジュンデビュー、デビュースアート146メロンのデイリーチャートでデビューが146位でデビューですって。ソロ曲にしてはめっちゃ良くない？てかこれさ、 CD にさ、これ入ってるの、フィギュアがめっちゃ可愛い、このキャラクターも。で、146位でデビューして、先ほどのアップデートで、出たタイミングでアップデートでニューピーク、メロンでも60位入ってたし、まあさらに上がってると思うんですけど、で、検索ランキングでも1位に入っててね、確かメロンでね。で、D2 が93位、バッグス8位ですね。これ19時間前なので、もうリリースしたタイミング、コリアンスタンダード KST の 12AM なので、リリースされたタイミングでですね、12時のタイミングでこんな感じでした。ヨンジュン、さすがです。で、今回グリルズつけてるんですけど、ハニー、めちゃくちゃ今回ちょっとスタイリングも楽しみなんですけど、赤髪にしたのね、めっちゃ似合う、メイクもいいし、レッドヘア似合いすぎててやばい、かっこいい。 G ガムバイヨンジュンデビューズアートナンバーワン on the worldwide iTunes song chart ということで、 iTunes song チャートで1位デビューですって。まあ iTunes の時代では今ないんですが、ヨンジュンすごく素晴らしい成績を残しておりますね。で、あと、もう一個、TXT のチャートの、海外勢のチャートですけど、これ海外勢情報早いんで、ヨンジュン joins TXT and Stray Kids as the only fourth generation male idol to debut a song on Melon Top 100 in 2024. TXT と Stray Kids に並ぶ形で、第4世代の男性アイドルとしては、メロンのトップ100入り、デビュー曲がトップ100入りする、2024年にトップ入り、した、まあ、ストレイキッズ TXT に並ぶ感じになりましたね。うん、デビュー曲がトップ100入りするってことか、それはすごい。で、 MV ちょっと見ていこうかなと思います。クリエイター目線で MV、 PV とか作ったりしてるクリエイターなので、楽曲も見ていこうかなと思う。ちょっと日本語のリリック出して、あ、めっちゃ韓国じゃん、ローカルな感じだね。あらあら、ちょっとウェットな感じでセクシーですね。何書いたんだ？ Have a fucking nice day って書いてあるのね。なるほど。結構ヒップホップなんだよね。確か。ちょっと聞かないと分かんないんだけど。まあ、Have a fucking nice day でちょっとなんか皮肉な感じで、良い一日をなんだけど、まあ、くっそ良い一日をみたいな感じで、上から言ってる感じ、皮肉な感じで。なんかディレクターさんもなんか絶対、センスいいよね。入りの10秒でわかる、この。ちょっと韓国 K-POP の MV なんだけど、海外っぽい、アメリカっぽい感じがするんだよね。MV のルックスが。で、ヨンジュン。スローモーションだね、ここのショットはね。ごめん。ジミンかと思った。入りのボーカル、バンタンのジミンかと思った。ボイスチェンジャーで入れてんのかな。このショットスローモーションで、ヨンジュンってさ、かっこいいよね。韓国ってさ、やっぱさ、あの、奥二重の方が男性モテるんだよね。謎だよね。日本人はさ、二重にばっかさ、執着してるけど、韓国はやっぱ奥二重一重の方がね、モテる。で、背景のさ、奥の方にチューイガムって入ってるけど、やっぱそのコンセプトがね、G ガムだからね。なるほどね。で、この披露ショットとかも、ここでマスキングしてて、ヨンジュンだけを切り取ってて、背景だけこう入れ替えてるっていう感じを何フレームかやってて、次のショットにスムーズに
トランジションっていうんですけど、切り替えてますね。ここのショットは本当にすごい手作業か、時間かかる。ガムチューが、なるほどね。なんか、ガムをくちゃってするみたいに、俺、チューイ、まあ、柔らかくチューイにこう噛めるようにしちゃうよみたいな感じ。やっぱ、ヨンジュンのカリスマが前面に出てますね、この MV でね。乗って、on this beat, 乗って、on this, このビートに乗って、ぐずぐずする暇はない。no time to ぐずぐずって書いてますけど、ぐずぐずする暇はない。いやー、ヨンジュンかっこいいね。圧倒的だよね。表情管理とかも含めて。なんか思ったより結構とんがってる曲だね。顎が外れたってキーピポ。押し込んどきな、謙遜 when I'm on the floor。はっはっは。ヨンジュン氏が、めっちゃヒップホップを感じるね、歌詞がね。俺がダンスフロアにいるときは、押し込んどきな、謙遜。ヨンジュン様のお通りだよ、みたいな感じだよね。やっぱさ、ウエストが細いし、このなんかスタジオのさ、裏の、なんか、ビハインド的な感じで撮ってるのいいね。MV もね。最初のシーンを、ね、最初のシーンで。Radio Show。ちょっとここら辺ラップになってくるんだね。いや、なんかストレイキッズの最近のチクチクブームも見たけど、あの、ライン、あれが出てくるんだよ。マーベルのお二人が。ライアンだっけ。そう。なんかちょっとそこら辺を感じる、今のこのスタジオの感じ。アメリカっぽい、アメリカのなんかラジオショーみたいな感じだよね、セットもね。おしゃれ。なかなかこのミドルフィンガー、これはやらないからね、韓国ではね。おしゃれよね。足にちゃんとガムついてるしね。なんかヨンジュンのこの撮影でも、落ち着いてる感じめっちゃ好きですわ。うん。楽曲もいいし。なんかリズム感いいよね、最初から。結構アップビート。テンポ感早い。このモニターおしゃれじゃん。演出もそうだけど、ここ。40後ろにいて、3カット入ってんだよね、モニターに。全部違うアングルで。ここ使ってくるのおしゃれ、MV で。エキストラさんもアメリカ、海外の白人の方とかで、めっちゃグローバル。アメリカのモーニングショーとかも出てるしね、TXC ね。VMA もそうだけど。おしゃれ。なんかソロなんだけど、すごいね。TXC の43ね。この辺も面白い。ライブストリームで、ちょっと乱入してきちゃうような感じの演出ね。はいはい。演技力もいいよね、ヨンジュンちゃん。ウジテン。ちゃんとボーカルもさ、ボーカルスキルも高いから、ここら辺のサビ前もさすがだよね、ヨンジュン氏。イジティングをサングで言ってくるあたり、めっちゃオシャレ好きです。歌詞、リリック。はぁ、ドローンだ。すごい。なんかサビ、最近サビさ、これ多分あれで、あれがやってるよね。スローラビットだよね。リリック、あの曲はね。ルセラフィンもそうだけど、最近なんかメロディー、てかサビのところ歌わないの来てるよね。ルセラのクレイジーもそうだけど。うん。ソミちゃんとかさ、昔からやってたよね。ファストフォワードとかほぼほぼサビ歌わないみたいな感じだよね。これは結構今トレンドなんじゃないか。まああと3分切る楽曲で短めで、キャッツアイのタッチとか、まあ、アイリットとかもそうだけど、イージーリスニングも来てたけど、最近ハイブはこっち寄りだよね、サビね。ルセラから見る感じ、アメリカ市場を狙ってるじゃない、ルセラ。ビルボード200もそうだけど、 TXT もそうだよね。トゥバもそうだよね。なんかトレンドを感じる、この曲のサビ。いやー、ちょっとエンハイプンっぽい、この首のこれをめっちゃ好き。最高にかっこいい。で、ここドローンで撮ってるね。ちゃんとガムでさ、くっついかっこいいんだよね。このクールな、ちょっと冷たさも感じる、クールな眼差しがいいんだよね。一重奥二重。目がめっちゃかっこいい。
でさ、デコルテとウエストがさ、めっちゃ綺麗だからさ、こういうちょっとタイトめなやつにタックイン入れる？上着、トップス、入れるのがめっちゃ映える、彼。めっちゃニッチなコメントだけど。ちょっと今下ペロが入って、ここドローンで撮って一回転して、うん。まあ、結構最近のだと VR ゴーグルとかしてめっちゃ操作できる、細かく操作できるドローンも増えましたけど、そういう感じかなと思う。ガムチュガム。いや、おしゃれなんだよね。ここの前ボケで足のガム踏んづけてるところを前に入れて、で、後ろにジョンジュンたち踊らせて、で、ズームしていく。で、フォーカスは綺麗に合っていくっていうカメラワーク。最高だね。いや、このピアノのドゥン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 をさ、メロディーに入れてくるあたりちょっとおしゃれよね。ガムチュガムガム。いや、面白いよこの声質は。ヨンジュンの普段の声、ツバの声では聞こえない。相当アレンジしてきてるよね。ボイスチェンジしてきてるけど、ジミンちゃんの地声ぐらいいい感じの声質、高めの。振り付けもかっこいいね。キレキレなんだよね。これね、歯が入ってくるあたりとかめっちゃ好き。うん。I make it chewy like gum, chew gum. なるほどね。いやー、ほんとセンターに立った時もさ、TXT で思ってたけど、やっぱ安定感、信頼と実績のヨンジュンちゃん。ソロピッ、いや、ソロ行くだろうなと思ってたんだけど、誰が言っても TXT はいいと思うんだけど、やっぱソロやるのはヨンジュンだよなと思ってて、そう、誰が一番人気とかってのはあれだけどさ、やっぱヨンジュン圧倒的ダンス力じゃない。伝説の練習生じゃないか。そう。BTS もツバはそうだけど、テテもね、ほぼ全員ソロやってるけど、やっぱすごいよね。ビッグヒット、ビッヒはね。誰ソロ出しても全然できるもんね。一曲分ね。歌えるし踊れるし。改めてビッヒのなんか総合力の高さを感じます。それぞれのメンバーの。演技もいいんだよね。Keep it pop and blow. なんかこうガムをさ、Keep it ポップ、こうやって膨らませる状態にして、ブローってのは破裂させるみたいな感じだよね。顎が外れたって。うん。これちょっとガムリファレンスのリリックもかっこいい。わー、こっからめっちゃ好き。ロケーション変わってくる。スタイリングをガラッと変えてきて。ここドア開けるっていうワンアクションを挟み込むことによって、まあ、ある意味 MV の中で境界線ができると。衣装もここから境界線になって変わっていくっていう境に、ここ境に。で、ここでも切り替わってるという感じですね。もうカメラワークが、最初のショットは後ろから、黒衣装の後ろから撮ってて、次のショットからは正面から撮ってる。このいい境目になってる。もう not afraid! さすが。めっちゃなんか伸びのいいボーカルをしてるよね。いや、足長いから超映えるのよ。バギーパンツとかマジで映えるのよ。かっこいいよね。バランスもいいし。脇がセクシー。ああ、いやー、器用だね。ボーカルもいけるし、ラップもいけちゃうんだもんね。スタイル良すぎる、とりあえず。いや、赤髪にこのちょっと結構 Y2K ストリートなスタイリング最高じゃない？カメラワークもさ、いいんだよね。ここら辺ね。ちょっと寄ってって、ライティング後ろから入ってて、この表情ね、妖艶なこのセクシーな表情、ヨンジュンさん最高ですわ。Every minute second の感じの発声の仕方もすっごいエロい、セクシー。最高。いや、ヨンジン、いやー、すごい、ここのコレオとか。もうヒットのさ、ダンスのヒットの迫力もすごいし、ボディーロールとか、この胸のあたりの振り付け、やっぱヨンジン、すごいセクシーに見せられるから、で、表情もいいから、で、からの、左手、右手入って、で、このパのところ、まあ、緩急の付け方、止まるとこめっちゃ綺麗に止まる。美しいよね。で、ここはもう完全にここで表情で見せに来るって、顔で見せに来てる。もうなんか誘い込むぐらいのエロさだよね、これはね。
高いキーもめっちゃさ地声で出れるもんね40。もうここら辺はカメラワークは最初の方はもうちょっとブレ感、ここら辺ちょっとブレ感、ズームとかブレ感入れてきて躍動感出してますね。で、乾いた口の中をリフレッシュする My Taste。 マは MA と書いて My ですね、私ののマイですね、 My Taste。 リリックも英語の部分もすごいオシャレ、 My Thang とかこういうなんかちょっとスラングっぽい感じで、やーお、いやーおしゃれね。カメラにさ水入っちゃうのやばいよね、韓国アイドルおしゃれすぎるよね。これカメラにビニールを巻いて撮るんですけど、こういうのはそうさすがに濡れると壊れるんで、こういうショットもなかなか見なくない？ドゥバジャでサビ、ピアノの鍵盤をさ、ドゥン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 をさサビに入れてくるのちょっとやばいな、おしゃれ。いやーマジでダンスやばい。もうさ韓国版マイケルだよね、ほぼほぼ。なんか足、手足長いからリーチがすごい、ダンスの時のすっごい届くよね、こことかさ、カメラまで届いてます。あ、いやこういうのもできるんだ、こういうのもできちゃうんだ、やばいよね。体も柔らかいし器用だわ。このさ股関節持つ振り付けとかやばい。もう40にしか見せられない、このエロさはセクシーさは。バックダンサーもめっちゃかっこいいし素晴らしいね。いやーウエスト細いよね、ほんと改めて羨ましい。ここら辺は本当にカット数めっちゃ多い、ここのパートは。この鍵盤のドゥンドゥンドゥンに合わせて10カットぐらい入ってるよ、ここだけでも。もう 2フレームで1カットぐらいな感じだね。いや、ちょっとセクシーだよね。43ってさ、もう、スタイルだよね。とりあえずスタイル、スタイル。ウエスト細っみたいな。で、ちょっとさ、下のさ、こういう下ペロの遊び方もおしゃれな見せ方だよね。あなるほどね、めっちゃアメリカ受けいいと思うこの曲、普通にソロ曲 iTunes トップ1位なのはわかるわなって。でこっからグリルズなんだよね、ここトランジションがもうマッチカットで同じショットをつなげて同じポージングしてつなげてるだけなんですけど、綺麗につながって、グリルズ派のグリルズ、アメリカのヒップホップのアーティストが結構やるんですけど、まあ、黒人カルチャー発祥じゃないですか。ヒップホップの曲とか結構見ます。 P1 ハーモニーとかやってる、 XG もやってるし、うん、ヒップホップとか入れてるかアーティスト何かとね取り入れてる感じはあるよね。おしゃれ、すげえ音ハメでかっこいいね、ヨンジュンさんの振り付けてかこの楽曲の。いや、この、こんなトンネルもあるんだね。おしゃれなモダンなトンネル。ロケーションのセンスも良きだね。めっちゃかっこいい。ヨンジュンのダンスはさ、質感もいいしさ、すげえパワーもフィーリングがあった。ダンスのスピードが速い。緩急の付け方とかもバッチリだし、そう、ヒットとかアイソレとかもレベル高すぎだよね。こういう表情も得意だよね。演技もね、アクティングがうまい。こう割とシンプルなトランジションなんだけど、まあ、スクリーンをこうやってペラペラめくっていくっていうやつで、もう普通にプレミアとかでエフェクトあるけど。で、やっぱガム感で。このちょっとシュールなアメリカの、なんだ、拗ねた少年みたいな表情できちゃうわけね。MV 撮影でね。おしゃれよね。さすがです。いやーこのメイクもいいんだよね。チーク結構しっかりめに入っててさ。でグリルズのこのシルバーとトップスのキラキラもいい感じでマッチしてて。いやほんと、なんか BTS もそうだけどさ、トゥバもさ、K-POP を世界進出、世界への道を切り開いてるアーティストだよね。マジで。ヨジャはやっぱブラックピンクとかトワイスでさ、いてさ。
で、まあ、ストレイキッズと結構いろいろ競うことが多いみたいですけど、やっぱすごいね。ソロでもここまで、レベル高すぎ。やっぱカメラワークはちょっと普段の K-POP っていうよりか、ま、ルセラのアンティフラジャルとかもこういうの出てくるんだけど、ちょっと画質悪めのビデオカメラみたいなショットを入れてきたりとか、ほんと何もしてないようなショットとか、普通無造作なショット入れてくる。あえてこういうのがオシャレだったりするので入ってきて。ここは VFX でガム、ね。なんで See you って書いてあるのかな ?See ya って書いてある。See you って意味ですね。またねって。この VFX 使ってやってきてるんだよね。こだわるところはめっちゃこだわってる、ここら辺は。うん。これ全部 CG。すごい。最後 CG でフル CG。で、破裂すると。結構キャッチーだね。ガンチュガン。ガムをくちゃっていう意味でしょ。韓国語。ガンチュガン。韓国語ならではのその、このなんか韻の踏み方っていうかさ、韓国語にしか出せない、と英語でしかできないこのなんか合わせ方ね。ガン、ガンチュガンでしょ。ガン。チュガムチュガムガムチュガムでしょ。うん、なんかおしゃれよね。だからガムチュガムね、韻踏んでるもんね。ガムのガムとチュゴンか、チュゴン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 ね。なるほどね。韓国語でしか出せないよね、これはね。日本語じゃできないよね。うまいよね、言葉の遊び方もね。いい感じでライミングしてるっていうか。そう、ここら辺最後もフル CG で、ここら辺はほんと何もないビルのや外のショットを、野外ショットを撮っといて、ドローンとかで、全部 CG で料理してくる感じ。付け足す感じ。ガムのとことか。これが終わりのシーンなわけだね。おしゃれ。めっちゃおしゃれ。かっこいい。いや、4つもかっこいいよ。ソロやばいっす。他のメンバーも全然ソロいけると思うんだけど、どうなんでしょうかね。楽しみですね。今後がね。4順これ反響次第で、もうすでに反響いいけど、TXT のファンダムの強さは感じるよね。やっぱりね。iTunes ランキング1位っていう。さすがすぎるね。世界の、ワールドワイドの iTunes ソングチャート1位ですからね。iTunes だって単曲買いでお金払ってみんな買ってくれてるわけでしょう。コンセプトもいいんだと思うね、ソロ曲も。なんかちょっとパンク、ロックで、ヒップホップで、なんか、Y2K っぽいスタイリングで、今の世代に響くよなと思った。TXT っぽさもありつつ、40にしか出せないこの質感ですね。ということでご視聴ありがとうございました。Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. 次回の動画でお会いしましょう。よろぶん。あにあいがせよ。